夜に鳴くハーモニカ。ある日突然眠りを覚まし、地球を襲う神秘の影に誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ。地球が地球が大ピンチ、地球は地球を守るのだ。ハーモニカを探すことなどできんぞ。僕が探すから中に入れてよ。立ち入り禁止だ。この忙しいのに仕事の邪魔をするな。さあ帰れ帰れ。入れてよ入れてよおじさん。帰るんだ帰るんだ。入れてよ。どうしたんだ。お母さんが僕のハーモニカ捨てちゃったんだよ。ケンちゃん、ここからたった一つのハーモニカを探すのは大変だぞ。だけど僕あのハーモニカを探すんだ。ケンちゃん、お兄さんが新しいハーモニカ買ってあげようか。やだ、僕の宝物だもの。ケンちゃんの宝物か。うん、ハーモニカ壊れてるけど、僕が吹けば上手に吹けるんだよ。僕が吹いてらないと、あいつはかわいそうなんだ。ハーモニカがかわいそうか。よし、おい。本格的に探すか。
ケンちゃん。さあ、こっち放ってみな。さあ。よし。さあ、あれ行くぞ。おい。行くぞ。お。やれ。あ、やった。前田、ありがとうございました。どうも。すいません、壊れたハーモニカ探しをさせたりして。またこの子は。してたお母さんが悪いんじゃないか。新しいハーモニカ買ってあげますよ。本当に昔の子なんですよ、あんな音の出ないもの。いや、ケンちゃんにとっては宝物なんですよ。じゃあ、僕はこれで。わざわざ送っていただいてすいません。いえ。じゃあ、また明日な。うん、学校終わったら探し行けよ。ああ、待ってるぞ。バイバイ。男と男の約束を忘れなよ。ケンちゃん、学校休んでゴミ捨て場まで壊れたハーモニカ探しに行くとは何事ですか。お父さん帰ったら怒ってもらいますから。ケンちゃん、ちょっとどこ行くの。ケンちゃん、兄ちゃん、お兄ちゃん、行くぞ。お、サンキ。男と男の約束を忘れなよ。バイバイ。ハーモニカ壊れてるけど、僕が吹けば上手に吹けるんだよ。僕が吹いてやらないと、あいつはかわいそうなんだ。現地はどこだ。目下気象庁でもわからないそうです。なんだってわからない。隊長、うん、テレビも自動できません。もう一回確かめてみる。はい。何、東京方面の家が次々に破壊されてるというのか。はい。よし、この揺れが収まり次第、東京湾周辺の調査開始だ。はい。すごいぞ。隊長、ゴミ捨て場付近の家がめちゃめちゃにやられています。しかしおかしいんだよ。海底には何の異常も認められないんだ。三島、気象調査が終了次第本部戻ってくれ。千葉岬には俺から連絡を取る。モグリアン、モグリアン応答しろ。隊長、ゴミ捨て場の地勢も異常ありません。震源地が違うのではありませんか。よし、本部へ引き上げて検討会だ。地上にいる岬にも連絡してくれ。全員帰投だ。僕は帰れません。先に帰ってください。親父の雷越しても知らんぞ。すいません、隊長によろしく。ああ、僕の耳に昨夜何か悲しげなことが確かにこの辺りから聞こえてきたんだ。ここに何かある。何か。本当にあのお兄さんと男と男の約束だ。あの音だ。
悲しげな音。ファイヤーフラッシュ、ファイヤーダッシュを飲み込んだハモニガンは、ファイヤーマンのエネルギーを火炎放射に変え、ファイヤーマンを攻め立てた。ファイヤーマン危うし、頑張れファイヤーマン。さてファイヤーマン、立つのだファイヤーマン。SF 応答願います。はい、こちら SF 本部。隊長、美咲さんと連絡が取れました。巨大なビルのような怪物がこのゴミ捨て場のゴミの中から出現したんですよ。ゴミの中から出現した巨大な怪物？はい、僕は昨夜確かにこの目で見たんです。その怪物は夜になると出現し、朝になると消滅するんです。隊長、太陽エネルギー、つまり熱エネルギーには弱いってことじゃないでしょうか。うん、よし、強烈な熱エネルギーを放射してみよう。はい、すぐ準備に取り掛かります、うん、今夜が勝負だぞ。頼むぞ。はい、はい、美咲、太陽に匹敵する光線を当ててみる。君も一度本部へ戻ってくれ。はい。隊長、僕はあの怪物の音が悲しげで恨みの声に聞こえるんですよ。放り出されたゴミが怒り狂って復讐の怪物となって出現する、そんな風に。何寝ぼけたことを言ってるんだ。今時恨みの怪物なんてものがあるか。それでも君は科学者かね。ケンちゃん、僕、やつ抜け出してきたんだ。ダメだ、今日はここへ来ては。地震は夜だけなんだろ。お母さんが心配してるぞ。だって、僕のハモニカ、ねえ、見つかった？いや、ダメだったよ。そう。ケンちゃん、君のハモニカどこが壊れているんだい？ここに書いてくれないか。うん。ここだよ。ここが壊れてるんだよ。ここか、壊れていたのは。あの巨大化したのは
ハーモニカ。ハーモニカどうかしたの？ん？いや。お兄ちゃん、ハーモニカ吹いたことある？いや、ないんだよ。見つかったら僕の吹かしてあげるよ。おお、ケンちゃんの宝物返してくれるのか？うん、お兄ちゃんが吹くわ。あいつも喜ぶと思うよ。僕が吹くと喜ぶかな？だいぶ風が強くなってきたようだな。お、あれか。お、よし、放射熱をかけろ。了解。とにかく助けよう。はい。ダメです。三島。はい。ファイヤーマンが食い止めてくれてるうちに本部戻って新しい対策を立てようか。はい、頼むぞファイヤーマン。
美咲じゃないか。生きてたんだ。一体どういうことなんだ。はい、こちら美咲。美咲です。おい美咲、何があったんだ。こいつが泣いていたんですよ。人間に訴えていたんですよ。ハーモニカで心が。通用しないハーモニカ怪物の出現、これは人間に対しての重大な警告だな。物質文明が人間の首を絞めている。今に我々人間はゴミに食われてしまうかもしれんぞ。幸子が見つけた綺麗な首輪、それはビレナス星人の変身武器。怪獣となり地球攻撃を果たすにはそれが必要なのだ。だけどね、泣いてみたって祈ってみてもお前の星には帰れない。次回、帰る星なき宇宙人をみんなで見よう。